まあね、今日はみんな楽しみにしてた冷気紛争の発売日なんで、ちょっと抜いていこうと思ってます。どうね、これウォーキングデッドね、やったぜ。そんなこと言わねえけどな、リックは。まあいいや、リックが言わなそうなこっちゃ、リックが、うん、言わなそうなこと言わなそうなこと言いながらパックを向く。いや、じゃあお前向いてくれていいわ。リックがパックを、あ、本当に、うん、リックが言わなそうなこと向きたかったなら言っても、ほら、じゃあ1枚残しとくわ。どれがいい、どれにする。じゃあ俺、あの、こいつ、こいつだけ向くわ。ロバートね、ロバート。リックが言わなそう、パックを向く。リックがパックを向く、うん、開けます。まあ普通に開けるわ。それリックのモノマネの、ジャック・バウアーの。いや、リック・バウアー。リックしょうもない。じゃじゃん、エネルギーカードですね、これは。うん、ニーガンのところにあったやつと似ている。俺シーズン7見てないからニーガンの話しないの。あ、そうか、ごめん。これはカール、こんな美しい島があったら行きたいな。フォーカーも来ないし行きたいな。じゃあ、いや、開けるぞ、ミション。あ、でもミションまだ生きてんだ。ミションはまだ生きてる。うわー、ちょっとネタバレ食らっちゃったよ。パッ、 R か、 R か。そうだな、お前はもう R はそんなレアじゃないってこと知ってんだもん。 R は、うん、リックの R だ。ゾウさん。はい、ゾウさん。ゾウさん出た。緑地帯の暴れ者、クリーチャー、ゾウ。あのね、俺もそれ転がしてあげたいけど、どうやってもそんな転がせねえんだよ、そのリックのネタで。シュール。シュールすぎじゃねえ、でもクリーチャー。シュールすぎるよ。オーナーって何？何？あ、オーナーは持ち主じゃん。だ、こいつね、1-34ってすげえ破格なサイズ。エネルギーカウンターって何？ポケモンカードみたいになっちゃった。あのね、この世界のに存在するもんで、このカラデシュっていう世界は発明品の世界なのよ。うん、あ、だからエネルギー。そうそうそう、エネルギーっていう概念があって、うん、だから、普段の、パックではないんだけど、このエキスパンションにだけある概念で、うん、まあそのエネルギーカウンターっていうのをなんか得たり、まあ払ったりすることがあるのよ。で、こいつ1-34っていうすげえいいサイズなんだけど、出た時にエネルギー2個払わないと手札戻っちゃうのよ。あ、ならあんまりコスパは良くないな。ただこいつすごいのが、もし払えないんだったらエネルギー1個出んのよ。へぇー。だからこいつをその2回出すことによって、エネルギーその2個分もその補充できんのよ。あ、なるほど、ね。だからないからといって出せないわけじゃないっていうね、すごいいいカードなんですよね、この像は。結構高値で売れるんじゃないのか。まあまあ、いい。それこそリックが言わないし、絶対今後言わないよ。リックが言わなそうなこと。今後絶対言うことないよ。シェーン。いないよ、そいつ。待って待って。え？お前好きそうなやつ。スティーブン・セガール。今後の日曜映画劇場は暴走急行。史上初登場。あのさ、もう本当に絶妙に似てないよね。大塚明夫さんでしょ、それ。ルールもレールも、無視するためにある。カール。次の。それも言わないよ、絶対、リックが。次のバックに行くぞ。あと、2巻大塚明夫さんだったの。この、なんか、うん、ちょっと、可愛い系の女の、こういう感じの女性割と嫌いじゃない。なんかこの肌の色どっかで見たことない、黒って、サシャ。サシャじゃなくてミショーンもそうだよ。タイリースはいなくなった。タイリースは死んじゃったな。だがサシャ落ち着くんだ。なんだっけ、あたしは出る。ディードックってやつもいたよ。割といいやつ。ディードック割と序盤からいるからね。序盤からいて死にそうで死んだったの、天気だったの。まあ見て、でも、正気、霊気層で、このパックはほら、うん、霊気紛争だ。霊気紛争だ。発明をテーマにした世界だから。霊気がね、やっぱこの出る、うん。いるんですよ。じゃあ、はい、行きます。はい、沼、まるでウォーカーが出てきそうな沼だ。ちょっと似てきたな。まるでウォーカー。いいか、うん、音を立てるな。開けるぞ。フォーカスが合わないな。ああ、あと R か。R。R は、リック・グライムスの R。
スラム、ドワーフのアドバイザー、伝説のクリーチャー、ババババババー。あなたがオーラ、呪文か装備品、呪文か機体、呪文を一つを唱えるたびにカード一枚。まあだけど、手札が増えるということは、物資の調達に行かなくていいということ。まあそうだね。てかまあカードゲームの基本としてカード1枚引けるってのは強いからな。まあそれ遊戯王でもディエマスでもそうだから。まあこいつは、そうなんかカード使うとカード1枚引けるって使うだけで引けるから、すごい強いんだけど伝説っていうのは場に1枚しか出せないから。なるほど。だからデッキにさいっぱい入れたいけどいっぱい入れたら腐っちゃうっていうので、そのすごいちょっと難しいところのカードだな。まあでも。うん。なかなか使えそうなカードだな。そうだな。ダリルのボーガンと同じだ。あのね、ウォーキングって言ったら、エイブラムぐらい使えちゃう。うん、結構使える。私は UG! あ、これは。実はいらないやつ。UG。でも、この飲み込む炎ってこれは、アレクサンドリアで、ダリルがロケットランチャーをぶっ放した時の炎に似ている。アレクサンドリアで売ってないでしょ、帰り道じゃないの。ごめん、これはネタバレだ。あ、ちょっと待って。巨海の猛虎。いいよ、もうそいつら全部話さなくていいよ。もう、頓張してこっちも向いちゃっていいよ。ビーマから、ほんのご挨拶。じゃ、このかっこいい感じのやつのパック向きまーす。総督。総督の名を出すな。やつは。俺一個さ、思ったのさ、あれ、うん、カールがさ、目打たれてさ、眼帯になった時にさ、うん、リックがさ、ふとさ、総督みたいなのってなんか言いそうで怖かったんだけど、なんかさ、あ、なんか勇ましくなったな、カール。カール、まるでガバナリみたいな。平地出てきちゃった。こんな素敵な土地があったら、行ってみたいな。みんな喜ぶだろう。それ喜ぶわ。だってこんなね、いろいろ耕せて、食い物も育てられるからね。ここだったら、マギーの子供も、平穏に暮らせそうだな。行くぞ。マギーいつ出産すんだろうな。永遠に生まれねえんだから、子供。まあ、赤ん坊はジュディスがいるからな。いや、ジュディスいても関係ないでしょ。M! あ、待って待って。M は何の M だ？え、マギーの M でしょ？ミショーンの M だ。え、なんかいいの来るんじゃない？見して見して。てか、だった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 おーキランの新遺号。こんなん乗ってったら、ウォーカーも手の出せないとこ行けるな。確かに。だけど一番大事なのはここだ。警戒。警戒を怠るな。なんでここ白いの？これ、白いっていうかなんかこの枠がね、特殊なやつで、これ機体つって乗り物なのよ。あ、なるほどね。モンスターが乗ると、うん、モンスターになれんのよ。つまり、ダリルのハーレーみたいなもんか。ダリルのハーレーみたいなもんだよ。まあだから、これはすごいコスパいいんだけど、誰か乗らないと動けないから、うん、だからなんかモンスターがいないと、何にもなんないわけよ。うん、その代わりいれば、ものすごい高いコスパで動けるっていうので、で、これ、今回の一番のあたりなのよ。へぇ。あ、じゃあ、よかったじゃないか。そうそう、いくらすると思う？うん。弾2発分ぐらいか。弾2発分で800円ぐらいじゃないか、それ。何の弾かによるか。300円ぐらい。もっと高いね。1000円。もっと高いね。1200円。もっと高いね。1800円か。このままいくと日が来るから4200円ぐらいするの。なるほど、なかなかする。なかなかいいと出たね。ウォーキングデッド。見てくれ。カール。ウォーカー一体の上から。ここな。中性カウンターを一個取り除く。危険なカードだ。カール。やめておけ。二段攻撃。強そうだ。まるで、ミショーンのような勇ましい女性だ。まあそうだね。ミショーンのように勇ましいよ。じゃあ今回の当たりカードは1枚。あと1パックだけあげるじゃん。これ、向いて。ライオンキング。まあでも一番高いの引けてよかったの。なんか一パック残ったからまあ。よかったじゃん。うん。じゃあもうあっさり行くぜ。そうだね。お前がまさか本当にそのリックのモノマネ全部やると思わなかったから。むけるぞ。いやもうお前、巣に戻っていいよ。無事かグレン。グレンの字。これ、R だ。R は。リックの R でもいいよ。リックグライムズの R だ。バラル。
またお前か。これね、さっきのその白いやつと同じで、このカラデシにいるその伝説の人間の。伝説のクリーチャーじゃん。その一人で、まあ、これ5色にいるのよ、こういうなんかあの。あ、じゃあ2色揃っちゃったね。そうそうそう。で、これ青も結構強いからね。まあ、これも多分500、ね。当たりっちゃ当たり。当たりっちゃ当たり。いいね、3パックじゃ4パック向いて当たりいっぱい引いたよ。で、こんなどうでもいいんだよ。これで俺が向きたいのは。そうだ。これちょっと待って、楽しみだ。ちょっと一緒に楽しく向こうぜ。うん。ウォーキングデッドカードゲーム、シーズン5カードゲームだね。キャロル。あの、キャロルの娘の名前なんだっけ？ちょっと待って、あのね。ソフィアソフィアだ。ソフィアソフィア落ち着くんだろ、リルお前ら、兄さんを上に降りてきちゃうか落ち着くんだろ、リル兄さんなんて呼ばねえからな。兄貴か、あの、あれだよ。俺は、リスが好き。落ち着くんだ、ダリル。行きます。これなんかさ、なんか開け方特殊？いや、そうじゃなくてさ、トップスってなんかお菓子みたいなロゴ入ってるけど。確かに。トップスっていうメーカーのやつなの。シーズン5か。なんだろうな。ちょっと開けます。こっから開けていい感じですか？いいよ、別にどっから開けても。開けるぞ、カール。開かねえ。これ大当たりはなんかそのサインカードとか入ってるらしいからね。ああ。ぜひ、サシャのサイン。サシャのサインだね。ローリー。おー全員集合、うん、これあれじゃん、あ、そのアレクサンドリアさ、行く前にさ、もうみんながさ、極限状態だった時じゃん。その、もう寝、そうそう、水とか食いながらさ。雨とか降ってきた時の、この時は辛かった。いや、本当にこの時死んじゃうかと思ったよ。で、ここで名言出たんだよ。だからその、ウォーキングデッドってのが何なのかってのがさ、ウォーキングデッドって俺らそのゾンビのことだと思ってたけど、結局そうじゃなくてその、俺たちが死に物狂いで歩く自分たちのことを指すことだったんだなってのが分かってね。俺たちこそが死のウォーキングデッドだったんだ。うん、ゲイブリエルだ。俺たちの新しい仲間。待って。最近は一肌脱いだ神父。あ、その名前だったっけこいつ。ゲイブリエルだ。俺は仲間の、カール。まだ、目がある。まだ目がある。でもこれすごかったな、ここの、下りっていうか、その極限状態。お前は！え、誰こいつ？誰だ？だって、なんか、お前は、誰だ？あれじゃねえか、調子乗ってリックに殺されたやつじゃねえか、あの。そう、あの、あの、調子乗った医者でしょ？俺の、好きになった女の、ろくでもない旦那だ。そう、旦那だな。ちなみに裏に何書いてあるんだろう？説明が書いてある。てな、カードの質変わったね。なんか、ツルツルじゃなくなったな。なんか、プロ野球チップスみたいになったね。あやべやべ。待って、もうちょっとな、ミションが刀を封印した時だな。すげえどうでもいい。ハンキングザアップ。なかなかのレアカードに違いない。なぜならミションだからな。次だ。これは。これな、こんなとこあったっけなんか。サシャが。うん。自暴自棄になった時だ。さしそんな自暴自棄になった時あったっけ？あいつは、恋人を殺された。そして、え、待って、あー、え、あ、タイリースも死んだ。え、あの、食われ、あの、足壊れたやつだっけ？恋人って。そうだ。あー、そんなあったな。この時のサシャは、うん、見ていてとても辛そうだった。で、最後のカードよ。調子乗って殺されたやつと、その調子乗った医者に殺されたやつに。まさかの。これさ、こんなとこカードにしなくていいだろ。最終話だ。ちょっと待て。もう一枚あるぞ。え、嘘？うわー！ゾンビトークンだ！ウォーカーだ！お、初めてゾンビ出た。ウォーカーズ。え、ってかなんかあれなんですよ。別にゾンビは嬉しいんだけどさ、もうちょっと綺麗なやつが欲しかったんだ。だいぶき、なんかだいぶ汚ねえな、これ。汚ねえぞ。なんかバスケットケース見てる。バスケットケースみたいな。裏は。ウォーカーのサイン、ウォーカー、サン。ウォーカーのサインがいらねえよ。ダブルのさ、ウォーカー3匹目のウォーカーだ。これ3種類あるんだ。ちなみに俺が一番好きなのは、うん、シーズン1話の上半身しかないやつだ。下半身だけ食われまくったやつって。俺がとどめを刺した。あ、一番、そう、シーズン1の1話の最後に殺したあの女のゾンビね。そうだ。あ、いたね、あの、干からびたやつな。当たりだ、今日の一番の。
当たりは。うわ、でも汚いゾンビだな。なんかもうちょっと汚い。これだってゲーム、俺なんかそのさ、綺麗なゾンビだったらさ、マジックのさ、うん、大会とかで使おうと思ったけど、ちょっとこれは使えねえな。これは使えるだろう。まあ、こいつなんだよ、11トークンかなんかで使おうかな。こいつに至っては2体分だ。こいつに至っては何体分なんだよ。うわー、でもなんかカードの質悪くなったの、なんか前のに比べて。まあでもリックが向いたらしいじゃん。あ、そうだね。帰っちゃった。帰ったリック。まだいいよ、いいよ。そう、無茶しなくて。喉痛めんだよね。うん、だと思うよ、そんなことやってたら。じゃあ。でも本当にさ、なんかあの、絶妙な似てるさだよね。どんどんだけど、なんかたまに似てるでしょ。そう、たまに似てんだよ。たまに似てるからね。たまに似てるから、数やんないと似てるやつが出てこないっていう。数じゃ当たる方式っていう。じゃあ今日も、ミションで締めるか、それとも、ソフィアまだ探してる。ソフィア